お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらペッカメガナイトデッキやっていきたいと思います。なんか見た目すごいね、もうえげっちいデッキなんですけど、なんとこれでね、世界トップ200とかね、マルチで行ってる人がいて、ちょっと面白そうだったんでね、今日使っていこうと思うんですけど、まあなんか攻めカードっていう攻めカードはないんですよ。ホグライダーとかバルーンとかね、まあそういうのはないんですけど、単体攻撃ね、めっちゃ強いペッカの後ろに、まあ、空の範囲攻撃、ウィザードですね。なんで、ペッカウィザード。そして、あと範囲攻撃めっちゃ強いメガナイトの後ろに、単体ね、爆発インフィレのドラゴン、空にも攻撃できるね。まあ、この範囲、単体範囲の、まあ、組み合わせを組めば、なかなか止まらないんじゃないかな。で、両サイド組みながらの、まあ、真ん中コウモリとか、どっちかミニペッカ追加の、まあ、あとスペラね、スケルトン部隊とか、コウモリとかにね、打っていけば、ちょっとね、何もかも破壊できそうです。やっていきたいと思います。トレヤマなんかすんごいデッキなんで、あと重たいんでね、一枚一枚が結構重たいので、まあ序盤はそんな攻めが刺さんないかもね。序盤できることは限られてるんで、まあ序盤結構ね、守りで後半からね、よいしょ、組めばいいかなっていう。で、まあこの辺はメガネで裂いていいと思うんですけど、結局多分適当に回避されると思うんで、まあ、後ろにね、インドかコウモリかどっちかつけて、まあ、ステイぐらい。打てそうだったらザップ打つぐらいで。さあ、アイゴレ、ハンターのデリバリーか、高回転ウォールブレイカーとかかな。まあ、でも最近はあんま見ないようなデッキですね。さあ、なんでしょうか。グッドゲーム言われてやんの、俺。早っ。ちょっと待って。早くね？ちょっと待って、グッドゲーム言う要素あった？早すぎん？さすがに。あー、バルーンっすね、これ。デリのハンターのユキは、もう高回転バルーンしかないっすね。いやー、相手にちょっとグッドゲーム言われたからな、これはさすがに勝ちたいっすよね。ね。いや、これ多分言っていいと思うんですよね。この範囲攻撃のメガナイトに、この単体攻撃のミニペッカね、結構守るのむずいんじゃない？いや、いいんじゃない？ミニペッカこれ事故ると、いや、でもね、マジ、ウッドデリユキがね、強すぎるね。ウッドデリユキのこのスペル3つね。はい、が強くて、あとスケがあったね。陸池も十分と。まあでもこのデッキはね、ペッカメガナイトですから、まあ、こっからね、終盤ね。あ、でもびっくりよ。ペッカメガナイト止まんないからね。さあ、ディガーはペッカで受けて、よいしょ。さあ、こっからね、形組んでいきたいと思いますね。これな、突破できるかな。相手のハンターをやる方法はないんですけど、まあ、事故をね、祈る。で、ウィザードはね、デリバリーでね、ボコられちゃうからな、この子。これまあ、捨ててもいい、正直。ぶっちゃけ捨ててもいい。で、次に備えます。そう、次に備えて、ザップだけ打っとけば、このペッカ地味にうざいでしょ。よし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 。で、ここの端前メガナイトとか結構いいんじゃない？結構いいんじゃないと思うんだけど、どうでしょうか。からの、なんかね、逆サイドもちょっと狙いたいよね。いや、熱いんじゃない？デリバリー今溶けたよね。いいよ。で、雪適当に使ってほしいな。いや、全然使ってくんねえな。いや、まあ、入ったね。意外と入った方。だけど、このデッキは空が少ないんで、少ないっていうか、バルーンがちょっとね、きついんでね。もうバルーンディガーされるだけでボコられるかもしれないんですけど、で、あとはデリバリー咲いてからの、まだ咲いてないんですけど、このね、策であろうタイミングぐらいのこのウィザードがね、結構強いっすよ。まだ適当に矢打って、いや、矢がいい、オーブィザード、ナイスジャンプ、オッケー、来たー、チンパン。これはよかった。なんかずっとペース握ってたね、相手も攻めれなさそうな感じでしたもんね。いや、でかこれ。まあ、今みたいな感じでね、もう範囲と単体を組み合わせるのがいいね。うわ、これ、あれだ、イゴールっていう。海外のもう化け物です。もうバカうまいです。本当にマルチトップ、世界大会にも出るね、選手ですね。確定してる。こんなとこで当たっちゃう？さあ、ホグ、あ、クエイクホグか。多分クエイクホグっぽい。ファイスピだったもんね。あー、これ矢の雨が今ねえの痛いっすね。まあでも、まあないことはないよね。結局、ヘンテコデッキだからこその、なんか可能性っていうかね。まあこれ金起動したいね。マジで金起動できるかできないか世界変わるんだね。おーい、オッケー、そっちナイス。
ナイス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 。いや、これはマジであるぞ。で、ホグ釣りかな。さあ、そっちサイド来る。いや、これ、マジでワンチャンあるな。いや、でも、相手さすがにバカうまいっすよ。もう、レベチっすよ。うん。なんで、しっかり、ペッカウィザードと、あと、メグナイトインドだね。まあ、2倍タイム入んなきゃ絶対ないね。で、まあ、ロケオニアナメだけど、しっかりね、このロケット方式からカードを押さえてくるんですよ。そうそう、そうすると、2周目ロケオが回るんだね、相手からしたら。いやー、うまい。うまい。この、テスラスケがなんか異常にうまい。ね。そう、しかも、このホグね、あの、テスラが残ってるんですよ。いやらしすぎる。いや、えぐいな。ロケは来ねえかな。いや、このテスラの延命がね、マジで、変態かよって言いたい。さあ、一個のテスラでこんだけ僕を装置されてるんでね。その矢打って、これ、スキャも行かれたんで、今ちょっといいな。ファイスピ使ってほしいなっていう。ファイスピ使ったらコウモリ追加で、まあ、ロケット押し右下。いや、まあ、さすがにな。通んないっすよね。まあ、通んないが、ないことはないよね。いや、マジで、ないことはないんだよね。この、自己要素いっぱいあるんだね、このデッキ。そう、ウィザード事故れる。え、来た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 、マジで来た。インド、え、マジで来た、マジで来た。え、ちょっと俺もう無理だと思ってた。ちょっと待って。え、マジで、こいつ化け物っすよ。本当に。レベチだ。このデッキもしかして。ちなみに今の人のプロフィールなんですけど、これですね、ほら、全シーズン世界7位で、いやもう化け物っすね。最多8700とか言ってて。いや、これ多分砂漠だと思うんですけど、やばすぎ。さあ、もうどんどんね、事故を起こしていきましょう。インドがいいね。インドもいいし、ミニペもいいし、まあ、ミニペインドがやっぱ自己要因みたいなね、とかありますから、さあ、まあ、これメガネ出しちゃうか。ちょっともったいないけど、ミニペとかがあればよかったんですけどね。まあ、なかったんでね。さあ、ゴーストメガゴー、まあ、ロイだよね。多分、ロイ。で、ロイは、まあまあ、マザネクか、エレスピか、とかその辺によっていろいろ変わってきますけど、エレスピがなかったら結構でかいね。さあ、で、マザネクもちょっと嫌なんですけど、まあ、流れ的に、悪くない。あ、オッケー、ここでマザネク行かれてるのもでかいし、やっぱもう、橋間ペッカとか行きたくなっちゃうんだよね。よくないよな。よくないと思うんだよ、俺も。だから、しっかりケツペで、丁寧に行きます。で、逆サイ来たら、ロイジョイってインドきついんですよ。インドはハゲるんですよね。なんで、これで耐えて、本当はね、ここの前に、メガナイトとか行けるといいんですけど、全然なんだね。相手のメガゴマザネクは僕結構苦しいんで、普通にこれ美味しく守られる可能性もまああるっちゃある。インドが無双する。さあ、ウィザードぐらい出してスケをね。いやー、うまいうまいよ今日。いや、そしてペッカがウッドか。いやー、トリトン。いやー、もう一発。いやー、つい。そしてウィザードがバカ刺さる。いや、いいね。これだからロイジャイにさ、強いカード多すぎんっていう話なんよね。ミニペと、まあ、インドとペッカいるんで。いやー、これ一回待っていいな。なんなら、なんか、ケツメガとかして、メガナイトって単体で言っても、結局トリトンとかね、なんか美味しくいかれちゃうんで、一回待ってよくて、よし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 。これやばいなー、これ。まあ、一生イモられて、マザネクゲーをされるとちょっと怖いぐらいかな。まあまあまあ。さあ、相手の方がね、絶対怖いですから、今。で、マザーネクロ、あれはね、やるのがちょっと難しいよね。いや、で、トリトン、この辺に。いやー、間に合わなかったか。まあ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 。いや、でも、気づけば勝手にメガナイトウィザードの、いや、範囲なんだよな。範囲で単体になってんだよな。これ逆の方がいいっすね。間違いなく。まあでも、よしよしよし。いや、インドラなんかずっと飛んでんね。
さあカオスないいになってきたよでウィザードはやっぱ5プラスのウッドとかで溶かされちゃうんでね、インドラで、いやえぐいなこれ、これマジでえぐいやろ。でスケがね相手出したいよね、スケ出したい、スケもう出せないからな、これスケ出しても秒でいかれる。あ決まりましたね。いやマジでなんかすごいデッキだなこれ、やばいよねこれ。マルチで当たったらこの発狂だよね。ね、格上とかだったらもう投げちゃいそうになるよね。ナイス。いやこのデッキマジおもろいね。さあログベイトって書いてるんでコカツちゃんかな。でコカツも結局バレルとかプリンがきついんじゃなくてテスラがし、うん、全然違うよ。テスラがしんどいんですよ、テスラが。で僕は対空というかラバには強いですね。バルーンには弱いんですけどラバには強いので、インドウィザードがね、そうこれラバクロスっすね。そう、ラバには強いから、まあ、逆サイ攻めて後から回収でいいね。よしよしよし。なんならこれクローンしてほしいな。まあさすがにそんなコストがなかったか。オッケーオッケーオッケー。いやこれ相手ラバクロでウィザード最強だわこれ。しかも相手ファイボだけなんで、ファイボウィザードに打ったとって残るんすよ。いやこれ来たな、これ勝ち確ぐらいじゃない。ウィザードが先行しない限りはしっかり言うね、お父ちゃんの後ろについてって、そして後ろの弟にね挟まれてしまえっていう。あー待って、これミニペイ、いやいらないな。いこうついて、スケブスケブスケブ、いやーまあ一回捨てていいな。いや入るんかい、いや強、いやさすが入んないか。でインドラは正直取っておきたいっていう思いがあるんで、まあ、ミニペでもスケブこうザップ打ってもどうも突破できないよな、どうせ。うん、さあさあさあ。で今回コウモリがそこそこに強いので、いやコウモリからの行っていい気がするな。これまあベビーで受けられちゃうけど言うほど受けられないっしょって、ザパーン、よいしょいやこれはめっちゃ強いね、多分ラバクロに。これ今冗談抜きでラバクロちょっといるんですよ。マルチもだし、グローバル大会もだし、大会でもなんか使われて、ラバクロで2連勝したぜ、うわファッファーとかツイートしてる人もいたりとか、冗談抜きでラバクロがね、環境でそこそこ強いっていう、まあ、そこそこ嫌な環境なんですよね。こやこや向いて。結構行かれてるんですけど、最近行かれ始めてますね、ここ最近環境が。まあ、なんで、そのラバクロボコせるのは悪くはないよね。さて、一応柳もあるね、これ。強いことに。せやなめで、あとは、しっかりね、回収。で、スケルトン部隊は、ザップ打ってあげて。いやー、まあ、タワー、残った方が熱かったけど、まあ、残んなくても、まあ、許せる。まあ、あれも打たなくていいか。で、スケルトン部隊、裂いたので、あと、ランバーとかがね、来るんで。そこだけしっかり押さえてあげて。よしよしよし。いや、これも決まったんじゃない？で、あと、スケルトン部隊ですね。この辺に。ピラリラリーン、あクローンしてるさあナイス。いやさすがにこれはクローン殺しですね。ウィザードやザップナイス。ログベイト使ってなさ いやまさかのなんか環境デッキにそこそこに勝てちゃうっていうのがねじわりますね、このデッキね。ホグにもラバクロにも、まあ、クローン系あとゴルとかにもねちょっと相性は良さそうだけど、うん、まあライドラとかはちょっと嫌だけどね。さあ何でしょうか、どうしようかな。これなんか手札がね、最初は下げないですよね。まあ、始まりミニペとかになる。控えめな攻めで。始まりミニペ。いやー、メガナイトインドあるから、結構悪くないんですよね。そう、メガナイトミニペもいけるんだよね。ぶっちゃけウィザードって、なんかメガナイトの後ろでも、ペッカの後ろでも両方強いんですよね。でもインドに関しては、メガナイトの後ろじゃないと、ペッカインドだったらね、もうコウモリとかスケだけでボコボコにされちゃうからね。まあ、ザップとかウィザードカバーがあるならあれだけど。何もしてもないじゃん。行っちゃう？一旦、端前ミニペで様子見るか。一旦行ってこい、お前。で、相手がたまたまなんかね、なくて、ぶっ刺され。ゴリゴリのダークプリ。さあ、まあ、ダークプリってことは、まあ、ペッカかスパーキーぐらいじゃない？ここ最近。打っちゃおうかな。いらねえか。タルなんで、なんや、ペッカラムかと思いきやロイジャイか。いや
や待って、これチエンスキラなのかな。チエンスキラって基本的にこの単体系がちょっときついんですよね。だから一回ゴリっていいですか。一回ゴリ出して、一回ゴリ出して、まあトルネでミニピョウ筋起動。いやでもこれ一発入るんじゃない。一発よくやった。一発でかいね。なんならでかい。しかもこれベビもトルネも咲いたんで、これ8枚メガからの追いコウモリさ、あ、2倍タイムなりやがった。2倍タイムなりやがった。これ結構熱いと思うんだよな、ね。で、チェーンスクラって基本的にインドラきついんで。やべえ、8枚出してるだけのおっさんになってる。やべえ、やべえ、やべえ。やべえ、8枚おじさんになってる。いや、でも8枚おじさんめっちゃいい。で、これもうアドですね。アドでケツペッカ。さあ、橋前おじさん、今日は来てるぞ。で、逆サイ来ても、まあ適当に守ってね、行きましょう。で、これ逆サイ目がないとだな、これ。いや、これえぐ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。楽しすぎるんだけど。外役おじさんになってる。いや、めっちゃいい、しかも。しかも、なんなら延命できるならしたい。よしよしよし。で、まあ、トルネもあるからな、さすがに止まっちゃうか。いや、ペッカが、いや、待って、ミニペッカが、あれ待って、いろいろ来てる。うわ、来てる来てる来てる。なんなら範囲で、よいしょ。ウィザード気合で、いや、これちょっとアドがえぐいな、アドがえぐい、アドがえぐすぎて、やばいな、これ。ぶっ刺さってる。近距離ぶっ刺さってんだけど、ちょっと待って、マジでおもろい。マジでおもろいとか言ってると、本当に嫌われるかもしれん、これは。これに関しては本当に嫌われる。で、まあ範囲がね、来るんで、あの問題は、あの結構調子乗ってるんですけど、僕、こっから削れないんですよね。あ、ペッカ入った。ちょっと待って待って。そんなに求めてないんだけどな。いや、もう相手常にきつそうだもん、これ。いや、声枯れてきたもん、俺、笑いすぎて。いや、ワンパンは、矢の雨あるんで大丈夫ですね。スケラーの受けが結構きついんですけど、矢の雨がね、結構優秀なんですよね。よいしょ。さ、矢がちょっと強いんでね。からの、さ、ミニペとかもいっちゃってね。アーチショットが世界一遠い。あー、間に合う。待って、これザップ打てばさ、あー、入るんかい、ナイス。これはね、びっくり。相手も。いや、めっちゃおもろいわ、これ。マジかよ。はい、というわけで今日ちょっとすごいデッキ使ったんですけど、普通にね、テンプレデッキ、まあいろんな流行りのデッキにも勝てて、結構おもろかったんで、皆さんもぜひこれ、格上の方はね、はい、ちょっとやめていただきたいですね。自分が格上になっちゃうって方は多分使うと本当にえぐいことになるんで、気をつけてください。チャンネル登録、高評価もぜひね、よろしくお願いいたします。では、またね、バイバイ。